スリラーナイト歌舞伎町店所属の村上ロックです。す。よろししくお願いいたしますさあ早速なんですけれどもちょっと今回のお話ですね明確な何かが出てくるっていうものではないんですなんですけど嫌なお話なんですねでこれ今から数年前のことなんですがある晩うちの店に来られた年の頃40代半ばぐらいのご夫婦のお客様 その方たち来たのがそれで2回目だったんですで。その半年ほど前にも一度来られてるんですけど、僕、非常に印象深くこの方たちを覚えてたんです。というのが、まあちょっとね、ぶっちゃけた話、非常にやりにくいお客様なんです。僕がね、ここでどんなに頑張っても、お二人揃って、んんって聞いてる。というのが、実はこの方たち二人揃って、 ものすすごく霊感が強いんですなので正直私たちも怖いっていう感覚がわからないんですでも階段聞くのは好きなので今日も来ちゃいました話してみましたらね非常に物腰の柔らかい感じのいい方たちなんです、まあ、ただ二人揃って非常に声が小さい「え実は以前こんなことありまして」このぐらいのトンでボソ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 しゃべる。 まあでもね僕もその話聞いてるうちに内容が面白かったんで「ええー、そうですか」って言ってたら、まあ、この奥さんの方そのうちこうエンジンかかってきたんでしょうね。でその流れで突然「あそうだロックさんって神様にお祈りしたことあります?」 いやそれはね、僕だってこう神社に行って手を合わせたことありますよ。あ、そうですか。じゃあ、その願い事って叶いましたいやー、どうでしょうね。まあ僕もね、何お願いしたか覚えてないぐらいですから、多分叶ってないんじゃないですかね。まあ、普通そんなもんですよね。じゃあ、その願い事を 高確率で叶える方法って知ってますなですかそれ。あのね、簡単なんです。神様に捧げ物をすることなんです。えじゃあ、つまりそれは、お賽銭ってことですかいいえ、そんなんじゃダメです。一番確実なのは、その願い事に見合った分だけ、自分の体の一部を捧げることなんです。 つまり願いが小さければそれこそ爪だとか髪の毛でもいいんです。でも願いが大きくなれば大きくなる分だけそれに見合った自分の体の一部を捧げることなんです。何ですかそれって言ったらいや実はですねって言うとこの奥さんが話し出したんです。でこれ今からもう二十数年前のことだって言うんですけど この奥さんが生まれ育った土地、海がある地方だそうで,で、ある冬の寒い日、日中だって言うんですけどね、ふと、そういえば、冬の海ってどうなってるんだろう。それこそね、夏場でしたら海水浴のお客さんで賑わうんですけど、冬の海を見たことがな、ね、い。まあ、そんなことが気になって、昼間、一人で出かけたんだそうです。やっぱりね、まあ冬ですから、もう一っ子一人歩いてねで、冷たい風が吹きつける中、 海岸をずっと一人で歩いてと,とそれこそ海の家ってありますよねあの夏場でしたら海水多くのお客さんでにぎわう、まあ、トタン屋根の平屋造りのね簡素な建物ですでシーズンオフなので当然入り口にはこうベニヤ板が横一列に何枚も貼り付けてありましてでうわなんだか寂しいもんだな夏の残骸みたいだなそんなことを思いながらこの女性 海の家に近づいてったと。と、近づいて初めて分かったんですけど、この貼り付けてあるベニヤ板の一枚、その下っ側の釘がベリッと剥がれて、めくれ上がってる。で、その隙間から日差しが入ってまして。で、しゃがみ込むと、室内がぼんやり見える。とね、これおそらく、 つい最近まで誰かがここで生活をしてたんだろうなっていう生活の痕跡があるんですまあホームレスの方なんですかねで無造作に丸められた寝袋がありましてでその周りにはこのコンビニのねお弁当の容器がいっぱい散乱してるただそれももしかしたらね買ったものじゃない万引きしたんじゃないかなという容器はあるんですけどそれを入れていた袋がないと でうわなんだかちょっとこれ気味が悪いなとそう思ったんですけど結局この方好奇心に負けてこのベニヤ板1枚剥がして実際中には入ってみたっていうんですともうねやっぱ室内はも,もう非常に壊れてましてで生ゴミですとかもうそういった、ね、雑誌の類なんかもいっぱい散乱してるで中にはこのスーパーの広告チラシも何枚も散らばってましてうわちょっと とこれ生々しいなと思いながら足元に落ちていた一枚のチラシをふっと手に取ったんです。とそのチラシの上にこれね一体どんな人物が書いたんだろうっていうようなマジックで書かれたものすごく下手くそなひらがなの文章が書かれてるんです。でこの文章というもちょっと奇妙で点だとか丸が一つもついてないんです。 でその出だし叶った叶った願いが叶った神様願いを聞いてくれた肝臓をあげたら聞いてくれた吉沢のじいさん木下のおばさん死んでくれた叶った叶った」で次の行から文字の感覚をびっちり詰めて「死にたくない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 ,死に,くない死にたくない」ってうわっと思いながら。 その瞬間この奥さんあることがフラッッシュバックしたんんですでこ,れこの奥さんがねまだ小学生の頃だったっていうんですけどこの方におばさんが一人いたそうなんですお母さんの妹さんにあたる方だっていうんですけどこのおばさんちょっと不幸な方で若い時にね結婚したんですけれどその結婚相手の旦那というのがまあ昼間からね仕事もせずにお酒飲んでは このおばさんに暴力を振るうという、まあ、いわゆるダメ亭主だったってんですで何十年もこの亭主に苦しめられてたんですけどある時この亭主がんで亡くなったんですもう親戚一同でねいやこれでよかったじゃないこれでねあなたも自由の身なんだから第二の人生楽しみなさいよそう言ってたやさきこのおばさんにもがんが見つかったんです胃がんだったと。 で今度はね親戚中でもう葬儀発見なんだから早く病院行って治してもらいなさいとそう勧めるんですけどこのおばさん堅くなに治療を拒否するんです。もうですから日増しにねこうやっぱり体は弱っていくで最終的には半ば強引に入院させたんですけどそこでもやっぱりこの抗がん剤治療ですとかそういったことを拒否する。そんな頃に まだね、小学生だったこの体験者の女性、お母さんに連れられて何度もおばさんの病室にお見舞いに行ったそうなんです。で、そんなある日、お母さんがちょっと席外した隙に、このおばさん、自分の姪っ子に向かって、おばさんね、今こんな体になってしまったけれど、おばさん今とっても幸せなの。あなたも、 大人になった時、これだけは覚えておいてほしいの。あのね、神様って本当にいるんだよ。あなたもいつか神様にお祈りすることがあったら、これだけは守ってほしいの。神様に捧げ物をするの。そうすればね、神様ってどんな願いでも聞いてくれるんだよ。そんな話を このおばさん病人とは思えないようなキラッキラした笑顔で話してくれたそうなんですでそれからしばらくたって結局このおばさんがんで亡くなりましてで亡くなった後にこのおばさんの、ね、部屋の遺品整理をしたと生前とっても文章を書くのが好きな方だったそうで、まあ、部屋の中からは日記ですとか手紙の類がいっぱい出てきたその中で 一冊奇妙なノートが見つかったんですでそのノートを1ページ目開いてみましたら生前とっても字の綺麗なおばさんだったんですけど本当に本人が書いたのかっていうような下手くそなひらがななんです。でその出だし「叶った叶った願いが叶った神様願いを聞いてくれた」。 胃袋あげたら聞いてくれた叶った叶ったで次の行から死「死にたくない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 」死にたくないってうわっと思いながら次のページ開いてみましたら次のページにも同じような下手くそな絵が描かれてるんですでこの絵というのがおそらくおばさんが言うところの神様を描いたものじゃないかそういったものなんですけどこれ まあ普通の人間のようにね足があって胴体があって腕がついてるんですけど問題はさらにその上なんです口があって鼻があるさらにその上無数に目玉がついてるんですおそらくこのおばさん自分の亭主に呪いをかけたんじゃないかなそう考えますとねそれから二十数年後あの海の家で見つけた チラシに奇妙な文章を書いた人物、その人も誰か自分の知り合いに呪いをかけたんじゃないか。まあ、ただその代償として肝臓ですとかね、胃袋を捧げたんでしょうけど、結局人の死に見合う代償、自分の命で支払ったんじゃないかな。まあそれにしましてもね、このおばさんが祈りを捧げた存在、これ、 本当に神様だったのかな、まあ、僕たち普段生活の中で無意識に手を合わせることありますけどこれ時として神様なんかじゃない得体の知れない存在に願いを託してしまっているっていうことあるのかもしれないなそんなことを思った出来事だったんです「捧げ物」というお話でしたありがとうございます その日、スリラーナイト店内、すごく混み合ったんですよ。で、ライブ終わった後ですね、僕、名宿場ってこう歩いていくわけなんですけども、まあ、そんな中で、男性の一人客、まあ、年齢で言いましたら、40代半ばぐらいの方ですね。わざわざ、こう、席から立ち上がってまで、面白かったよと言って、褒めてくれたんです。で、僕もね、褒められたらやっぱ気分がいいもんですから。 あ、そうですかと言って席に近づいてったら、またこのお客様、一緒に飲もうよって言ってくれたもんですから、僕も席について一緒にね、こうお酒飲みながらワーワー喋ったんです。で、この話が盛り上がっていく中、お客様が、いやー、でもな、翔平君、俺幽霊信じねえんだよ。そう言ってきたんです。まあでも僕ですね、まあそれ聞いた中で、え、そうなんですかってちょっと大きめにリアクション取ってみたら、いやー、結局さ、 幽霊がいるかいないか、まあ、そこが気になって階段好きなんだって言ってくれたんです。で僕もそれに対してああだからうちの店来たんですねって言ってる最中に急にこのお客様表情ふって暗くなったらあ,あだけどさ体験談はあるよ一言そう言ったんですよ。で僕これ聞いた瞬間テンション上がったんですね。でこれなんでかって言いましたらその当時 幽霊を信じないっていう方の体験談聞いたことなかったんです。ですから僕、え、どんな体験したんですかと聞いてみたら、いや、まあよ、面白くはねえけど、と言って、このお客様、話を聞かせてくれた,たんですね。で、この方ですね、僕、名前を聞き合わせたもんですから、ここでは A さんとしますけども、この A さんが今から二十数年前、またですね、 高校生の時に体験したっていうお話なんです。A さん、高校生の時、とてつもないね、ヤンキーだったっていうんですよ。もう毎日無免許でバイク乗り回して、パトカーに追われるそんな日々。で、これ A さん、一人でやるんじゃないんですね。仲間が4人いたもんですから、A さん含めて5人で毎晩毎晩バイクで街を暴走する。で、この日もですよ。仲間たちとバイクブワーッ発車してると、パトカーがふっふっと出てくるんですが、 いつもだったらパトカー出てきても2台3台でもこの日ついに警察が A さんたちかめると本気出したんでしょうねざっと見で白バイパトカーが10台ぐらい四方八方から飛んでくるんですでこのまんまね5人固まって走ってると警察に囲まれておしまいですから A さん一言だけ「いつもの場所な!」言った瞬間にみんなうわっと散ったわけですでこの いつもの場所をどっかっていうと、A さんたちですね、毎回毎回、バイクで街を暴走した後、最後に集まる場所があるんです。で、これがどっかっつうと、もう潰れちゃったラボホテル、ハイラボーテルの1階ロビー集まって、みんなでくっちゃべってから帰るのが日課なんですよ。ですからさっきの、いつもの場所なっていうのは、あのラボホに集合ねって見合い。 A さんですねまあ体感時間で言いましたらだいたい20分から30分パトカーや白バイから逃げ回ったっていうんですねでどうにかこのねパトカー白バイを巻いたもんですからみんなが待っているはずのホテルバイク走らせて向かうわけですでホテルの前についてみたら仲間のバイク4台止まってるんですよ誰も捕まっていないで A さんうわよかったって思いながらバイク止めてホテルの中に入っていったんです 中に入っていやあいつよ捕まったんじゃねえか、まあ、こんなね会話されてる中で A さん「おい誰捕まんだよ!」って大きい声出してくと「いやお前さびっくりさせんな」っててかよ今日マジやばかったよな」と言ってそこからいつも通り楽しい時間です。 みんなでねバカ話やってゲラ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 笑うんですよ、うん、で A さんがみんなと合流して1時間たつかなぐらい外からです雨が降ってきたんですうわ最悪だよなあどうする帰ろうか A さん提案したんですけどもこの雨ものすごい弱かったもんですからみんながみんな「いや帰るには早いだろう」うと言ってこの瞬間は帰れなかったんですでもこの判断が誤りだったんですねこの雨どん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 強くなるしまいにはシャワー見たくなったんですいやーだからさ俺さっき帰ろったじゃねえかよと A さん言ってる中 A さんの隣 B 君っていう男の子ふっ 立ち上がるとあたり目すすんですおい B お前どうしたんだよいやあのさしょんべんしてなって思っておしょんべんしてこればいいじゃんかあでもほらいっつもだったら外でするじゃんかでもこの雨だろ出たら濡れるじゃんなあこのホテルよトイレどこだっけトイレいや B お前さ何言ってんのよこのホテル電気も通ってないし水もないんだよトイレ行ってもしゃあないっていやだけどさ なんかその辺ですよりマシだろうよ。いやー、トイレどこだっけなーと言ってる中、登場人物、もう一人増えます。C 君っていう男の子、懐中電灯を手にパッて取ったら C 君、背後を照らしたんです。で、その先には扉が一枚。で、C 君一言、これじゃなかったっけそう言ったんですよ。だから B 君も、え、それだっけ言いながらも、扉向かって歩いてったんです。 で、ドアノブ手をかけると、くっちゅ扉開けて、B 君の中に入ってったんですよ。扉ゆっくり閉まる途中で、ああ、あったあった !B 君の声が響いたと思うと、扉、バタンと閉まる。おいしい。お前よくトイレ覚えてたな。いや、俺よ、一回使った記憶あるんだよ。お手がどうするえ。 この雨じゃ帰るに帰れねえなとまたですねおしゃべりが始まったわけなんですけどもこのね B くんなんですよトイレ行ってから5分経っても10分経っても帰ってこないでここで A さんピーンと来たって言うんですねああ B のやつうんこしてるなもうそう思ったって言うんですよでまあ高校生ってねもうくだらないこと好きなもんですから A さんトイレに向かっておい B お前さ、ショーンベンツってうんこすん名前反則だって馬鹿にするんです。でも馬鹿にされてる B 君、面白くないじゃないですか。返事、返ってこないんですね。そしたら、ここの仲間たちも、お前何無視してんだよと、A さんに乗っかい出したんです。それでも B 君返事しない。ここで A さん、じゃあそっち行っかんなって言ったら、仲間たちとトイレ向かって歩いていくんですよ。で、このトイレの扉をバン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 叩くんですけども、それでも B 君、返事をしない。 で、ここで A さん、扉叩きながら、ドアノブをふっと見てみると、このトイレ、どうやら鍵ついてないんです。おい B、中入るぞ !A さん、そう言った後、B 君の返事を待たずに、カチッキーと扉開けると、中に入っていったんですよ、仲間たちと。そしたら、この先、トイレじゃないんです。トイレなんて、 どこにもないんですよ広さで言ったら大体12畳ぐらいの大きいね部屋でその部屋のど真ん中テーブルが1台あるだけ B 君どこにもいないんですあれ B いねえじゃんてかさトイレじゃねえしとあたい目当たして隠れる場所っつったらテーブルの下ぐらいなもんですからテーブルの下ふっとのくんですけども そこにビークいないんですよ。ああ、じゃあ外行ったのかな。で、窓を確認するんですけども、この部屋の窓。全部が全部、鍵かかってるんです。外には出てない。ああ、じゃあ、分かった。他の部屋って言ってみたものの。今入った扉がいい。この部屋、扉がないんです。ビークどこにもいない。いや、だけどさ。いなくなるわけねえだろう。と、みんなで。この部屋をくまなく探したんです。 でも、部屋に B 君やるのも分かったもんですから、このホテルが5階建てってっ,っけな。1階から5階、全部見て回るんです。それでも B 君見当たらない。で、走行したる間、雨がやんだもんですから、みんなでね、ホテルから出てくと、B 君のバイクは溜まってるんです。っていうことは、B 君ホテルなんかやはずなんですよ。まあ、ただね、 あんだけ探しなかったもんですから、A さんたち、時間で言うとね、もう深夜の3時は過ぎてたって言うんですけども、バイクまたがって、B 君の実家に向かったんです。で、B 君の両親に事情を説明したら、もちろんね、警察に通報が行って、この B 君の捜索が始まったんですけども、結局、B 君見つからなかったんです。この日を境に行方不明。まあ、こんなことがあったもんですからね。 この5人の中、まあ、B 君除いて4人の中、ちょっとずつギクシャクしてくるんです。で、遊ぶ感覚もどん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 広くなっていって、島に遊ばなくなって、A さんに関しては B 君のことがずっと引っか,かったもんですから、高校卒業と同時、B 君を忘れたい。この時のため、A さん、地元を遠く離れた大学に進学するんです。で、この大学通やって4年間、 地元に帰ること一度もなかったんですまあそれだけ B 君忘れようと勤めていたっていうんですよただですね A さん就職先まあこれが決まったこはかし面と向かって両親に伝えたいなって思ったもんですから約4年と数か月ぶり実家に帰ったんですねで実家の両親に俺さ来月からどこどこで仕事するんだよっていう話をしてこの日1日だけ 実家に泊まおうと思ったで。家の中で A さんゴロ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 してたわけなんですけども、まあ、その当時の A さんって言ったらね年齢でいうと大学卒業してすぐですから大体2223歳ぐらいですかもう体力から誤ってるんですよですから途中で「おいちょっとさ散歩行ってくるわ」一言残して家を出たんです、まあ、地元ですから歩き泣いた道ですね ずーっと歩いていく中、よくみんなで暴走した国道を眺めたり、よくみんなで遊んだ商店街を見たり、<laughs> まああ、ま、4年やそこじゃ変わらねえかって思いながら、ぐるーっと街歩いてって、そろそろ家に帰ろうかなって思った時おいお前 A だよな名前呼ばれたんです。えと振り返ってみたらそこにいたの ?C くんなんですよ。 おーし、久しぶりお前何やってんのいや、そんなんさ、こっちのセ府フ。てか何お前、帰ってきたのいや、まあ、帰ってきたつってもさ、明日にはまたりいなくなるんだけど、あ、そうなんだ。いや、てかさ、えお前よ、高校卒業して、なんかすぐいなくなったじゃんだからさ、俺本当は、卒業してからお前に話そうって思ったことを話してねえんだよ。でさ、暇なんだよな。ちょっと付き合って。うーんと、あ、ほらそこ、喫茶店、よく行っただろ。ちょ、今から行こうって。 と A さん、C 君に腕ぐいぐい引かれながら喫茶店入るんです。ですけど、なんだかんだね、A さんも C 君えたら嬉しかったもんですから、話盛り上がるんですよ。まあでもそれもそうですわ。まあだって、話す内容も4年以上分溜まってんですもん。もう会話もつけないですね。話、どん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 ,どん盛り上がる。ですけど、まあこの会話っていうもはね、どんだけ盛り上がろうが、 途切れるる瞬間は来るんです会話パタイとやんじゃったですけど A さんタバコ吸うもんですからおいいタイミングじゃんポケットからタバコ出したんです <laughs> と一服しながら正面の C 君ふっと見てみると シー君、難しそうな顔して、下向いてるんです。シーお前どうした急にいや、あのさえ、俺実はよ、まだ話したいこと話してないんだわ。おーそうだったのなあ、話せばいいじゃんか。いや、でもさ、これ多分絵やがると思うんだよ。あいや、いいよ。とりあえず喋ってみろって。いや、なら喋るけど、なあのさ、 ええ、<laughs> まだ話したいこと話してねえんだわおおそうだったのなら話せばいいじゃんかいやでもさこれ多分 A、ええ、やがると思うんだえいやいいよとりあえずしゃべってみろっていやなら話すけどさないえあのよ B ってどこ行ったんだろうああその話かあるあのさそれに関してはさ俺地元出てるかわかんないしでもあれだよねお前それ言ったってことは まだ、B、見つかってないよなうん見つかってない見つかってないしね俺さ B いなくなったの自分のせいじゃねえかなって思ってんだどうしてだよいやだってさ俺が間違った扉で垂らしてそれを信じた B が中に入っていなくなったんだよ責任感じるじゃんでな警察はもちろん B を探してよだってそれが仕事だもんでもね俺も俺個人で B を探して回るんだけどこの B 探す中嫌な話聞いちゃって 嫌な話っていやあのさ俺らがたまってたラボホテルあのラボーってお前なんで潰れたか理由してるかいやーまあそんなの知らねえけどさまあでもホテルが潰れるっつうんだから例えばその経営なんとかよいやそんなんじゃなくてじゃあ,あのオーナーが失踪とからそんなんでもないってじゃあなんで逆にホテルの営業中は覚えてる 営業中。ああ、まあまあ、覚えてるよ。とさ、確かね、俺らが、中学校1年間2年ぐらいで営業してて、あてかそう、あのホテルさ、流行ったよな。いや、だってよ、よく考え、立長圏抜群だもんよ。あの国道から、中に入ってすぐだろで駐車場広くってえすくって、それこそね、あれ俺が中学生の時だよな。ホテルの前、こうわざとね、行きしてたんだけど、まあ、いつも駐車場か、こう、満車って書いてあって、そう。 そうなんだよ。あのホテル、いつも満車なの。めっちゃ人気だったの。でも潰れたの。これおかしくない,いもう、言われたすわけはさ、何お前。理由してんなら教えろって。うん。いやあのな、これ、俺、B を探す中でさ、いろんな人たちが言うたんだけど、あのホテルが潰れて言ってね。 あのホテル内で行方不明者いっぱい出たんだって。はお前何言ってんのいや俺もさ聞いた話だもん詳しいことわかんないよだけどもあそこのラブホテルねまあホテルだからさ大体カップルとか2人で行くだろでやることやって寝て起きてそしたら彼氏なり彼女がいないそのな行方不明それが多発したっていうホテルなんだよそれが理由で潰れたんだって。 え、<laughs> じゃなにあの、B もそれで。いや、それわかんないけど。あとな。もう一つ。俺さ、あの時、自分の背後のとこやったらして、それを信じた B が中に入っていなくなったよね。で、あいつさ、あの部屋に入って割とすぐだよ。あーあったあったそう言ってんの。覚えてるうん。 おー、覚えてるちょっと待って。あいつ何見てあったってたのうん。でな、何度も言うけど、あの瞬間 B は、俺の背後の部屋に入ったんだよ。ってことはね、あの時、俺と B との距離って、誰よりも近いのっていうことは、あの、ああ、あったあったって声あれもな、俺が誰よりも、はっきり聞いてる自信があるんだよ。でね、これ、今さだけ言うよ。 あの声さ、B のじゃなかった。A さん、これ聞いた瞬間、鳥肌止まんなかったって言うんです。いや、じゃあさ、それ誰の声なんだよ。って話が進むわけなんですけども、これね、A さんの体験なんですから、ここで話おしまいなんですよ。この後、結局のところ、一つも貼ってなかったって言うんです。いまだに。 いい見つかっただ僕これを聞かしてもらった後です一つだけ A さんに質問したんですよそのホテルどこあるんですか聞いた結果教えてくれなかったですまあこれきっとね A さん酔っ払った勢いで思い出したくない過去を喋ってしまったのかもしくは言えば僕がそこに行くってバレたのか言わなかった理由どっちかじゃないかなって と思うんですけども、A さん、一つだけミスを犯したんです。この話の話射始め。いやー、これさ、俺が18時まで埼玉いた時の話なんだけど、間違いなくそう言ったんです。っていうことは、このホテル、埼玉県内にあるんだなって思いながら、僕ですね、その後、こう、いろいろと調べてったわけなんですけども、まあ、調べてった結果、 ネット上だとかではね見つけることできなかったんですけども話を聞かしてもらってから1年2年後ぐらいですよ偶然にもですねステージでこの話をやった時に埼玉から来たっていうお客様方から場所を教えてもらったわけですねまあ僕ですねいつかこのホテルに行ってそのホテルのですね真相みたいなものを調べることができればなと思っております で、そこで僕がまたですね、何かホテルにまつわる体験をしただとか、そのホテルの話をまた仕入れたっていうことがあれば、こんな形で披露させていただきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは、語り手の翔平でした。ありがとうございます。えー、この話ですね、まあ、うちのスリラーナイトのお客様から、えー、聞いたお話なんですよ。で、その方、 20代半ばぐらいの男性のお客様だったんですけども、まあ、ここでは仮に A さんとさせていただきます。A さん、まあ、ものすごい階段好きな方でして、まあ、僕、お客様とゆっくりお話しする機会があった時に、何か実際怖い体験とか不思議な体験とかってしたことありますかっていうのを聞いてみるようにしてるんですよ。で、まあ、その時も僕 A さんに同じことを質問してみたんですね。何か実際怖い体験とかしたことありますか っていうのを聞いてみたら、A さんが、あーってちょっと考えて、いや、あの、これ僕が何か体験したとか、まあ、何か見たとか、そういう話ではないんですけど、まあ、ちょっと昔から気になってることがあって、でそう言って、えー、話し始めてくれたんです。で、まあ、A さんですね。 今はまあ北海道札幌市に住まれてるそうなんですけどもともと地元が北海道内のまた別の町だったそうなんですねでその A さんの地元に100万の家って呼ばれてる心霊スポットがあったそうなんですよでそこ噂だとお父さんお母さんで娘2人の家族4人が一家心中したっていう噂がある一軒家の廃屋なんですって で、僕、こういう話聞いたときに、まあ、すぐその場で調べるようにしてるんですよ。まあ、その時だったら、例えば、え、100万の家、心霊スポットとかで検索してみたんですけど、そこに関する情報っていうのが全然出てこなかったんですね。で、なんでここ100万の家って呼ばれてるんですかっていうのを A さんに聞いてみたら、まあ、A さんたち界隈の中だけなのかもしれないんですけど、まあ、その家で一泊できたら100万円もらえる。 っていう話が、まあ、セットであった、そんな場所だったらしいんですよ。で、A さんが中学生の時に友達数人とその100万の家に行くことになったんですって。ただまあ中学生なんで、まあ、夜中に行くのはさすがに怖いから、まあ、昼間に行こうってことになって。で、まあある日の日中明るいうちに A さん友達数人とその100万の家に実際向かったんですって。 で割と国道沿いのわ、まあ、かりやすい場所にあったらしいんですけども、まあ、いざ家の前ついてみたら、まあ、外観はまあ人が住まなくなって長いんだろうなっていうぐらいのまあまあ普通の一軒家なんですって。で A さんたちじゃあ中入るか。そう言ってその100万の家の玄関などはガチャって開けて中入ろうとしたらなんか作りが変なんですって。 でその家玄関開けてすぐ正面に2階に続く階段があるんですってでそこ下から見上げる限り2階に部屋が1つしかないんですって、まあ、ドアが1つしか見えないとで2階めちゃくちゃ気になるなとも思ったんですけどまあ2階から見るのもなっていうことでとりあえず A さんたちその1階にある部屋を見て回ろうってことになったんですって で、その階段避けて、まあ、階段の脇にある一番手前のドアガチャって開けて、中入ってったら、そこキッチンだったんですって。で、中には、まあ、生活感があるもの、まあ、例えば食卓テーブルですとか、まあ、食器ですとかっていうものがまだ残ってたそうなんですけど、まあ、心霊スポットですし、まあ、A さんたち以前にもこういろんな人入ってるのかわかんないですけど、中ぐちゃぐちゃに荒れてたんですって。 で、残ってた食器とかも、まあ、バリバリに割れてて、で、割れたガラスと一緒に床に散らばってるような、まあ、なんかそんな状況だったそうなんですね。で、A さんたち、このキッチン、ひとしきり見終わって、まあ、特に何事もなく、じゃあ、次の部屋行くか。こっちの扉何なんだろうガチャあ、ここリビングか。あじゃあ、こっちの扉はガチャあ、ここトイレか。なんて言いながら A さんたち、その1階にある部屋、ほぼほぼ見て回ったそうなんですね。 よしじゃあいよいよ2階だなってことになってで A さんたちその2階に続く階段トン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 って上がっていったらその階段上がりきったところ人一人分ぐらいのまあ横幅ので廊下っていうにはまあ短すぎるような通路の 2m ーーぐらい先に茶色い木製のドアが。 一つだけあるんですって。で、やっぱりここ部屋一つしかないのかないやでも,もしかしたら、まあ、このドア開けたらまた廊下とかに繋がってて、で、また何個か部屋があるような、まあ、そんな作りになってるのかもしれないねっていうような話をしながら、A さんたちちょっと気持ち改めて、その2階のドア、ゆっくり開けて、恐る恐る中見てみたんですって。そしたらそこ、 子供部屋だったんですって。6畳ぐらいの、まあ、広さの子供部屋なんですけど、1階と明らかに様子が違うんですって。あんだけ1階の部屋荒らされてたのに、その2階の子供部屋だけ全く荒らされてないんです。で荒らされてないところか、学習机とかがそのまま置いてあって、で、その学習机の上に、 赤いランドセル置いてあったって言うんですよ。まるで誰かがついさっきまでここに住んでたような、まあ、そんな気がしたって言うんですね。で、まあ、その場にいた全員が同じことを思ったそうなんですけど、今それを口に出したら怖くなっちゃうと思って、その時誰も言わなかったんですって。で、さすがに気味悪くなった A さんたち、いや、一応見るとこ見たし、もうそろそろ出るか。 と言って、その時、その100万の家を出た。で、帰り道に、その100万の家の近くに墓地があったそうなんですけど、この墓地を抜けて帰ったそうなんですよ。で、まあその時に A さんが気づいたって言ってたんですけど、その墓地の中に割と新しめなお墓が一つだけあったんですって。で、A さん、まあなんとなくそのお墓見てみたら、家族4人らしき名前が書いてある。 で、まあ A さんこれ見て、いや多分ですけど、そのお墓、あそこの家の家族のお墓なんじゃないですかね、っていうのを、まあ、僕にその時言ってくれてたんですよ。で、そこから、まあ A さん中学卒業して、で、高校入って、で、高校生活送ってたある日に、その中学の時に一緒に100万の家に行った、まあ仲いい男友達で B 君っていう子がいたんですけど、この B 君と、 まあ何気ない会話してる中で、B 君が最近寝つけない、眠りが浅いっていうような話をしだしたんですって。で、まあ A さんその時ちょっと茶化し気味に聞いてたそうなんですけども、まあなんで寝つけないのかっていう理由を聞いてみたら、B 君が、いやー、それがさ、最近怖い夢見るんだよね。で、その夢の内容っていうのがさ、 お父さんに殺される夢なんだよ。いや、首絞められたりだとかさ、まあ、刃物で刺されそうになったりとかさ、いや、まあ、殺される寸前に起きるんだけど、いや、それのせいかわかんないけど、最近ちゃんと寝れてなくてさ、なんか体も疲れてる気がするんだよねっていうような話をするんですって。で、A さんその時、へー、ってぐらいに、まあ、聞いてたそうなんですけど、 この会話をしてから、B 君、そのお父さんに殺される夢っていうのを、高校生活の中で頻繁に見続けることになるんですって。ただこの夢、まあ、ある日パタッと見なくなったそうなんですよで。その理由っていうのが、B 君、自殺したんですって。ある朝、まあ、なかなか降りてこない B 君を心配して、B 君のお母さんが B 君の部屋に入ってったら、 頭からビニール袋かぶって、で、ベッドの上で、まあ、亡くなってる B 君が見つかったそうです。で、まあ、もちろんこの話、この後、学校中に知れ渡って、で、もちろん A さんも知ることになるんですけども、まあ、A さん、B 君と仲良かったもんですから、ものすごい悲しいんだそうなんですね。で、その後、まあ、お葬式とかにも行ったりして、で、その後、ちょっと経ってから、A さんの、その、学校の中で、 B 君のその自殺の話はしないようにしようっていう空気が流れたそうなんですね。まあ内容が内容だけに気持ちわからなくもないですけど、まあ仲良かった A さんからしたら、みんながこう B 君のことをタブー扱いというか、まあ腫れ物のような感じに扱っているのが、なんかこう見てて納得いかなくて、で、その光景を当時すごくもやもやした気持ちで、まあ見てたそうなんですね。で、A さん、 高校生活の中で、まあ、そんなことがあって、でその後、A さん、高校卒業して、まあ、大学入って、で、大学出て、で、普通に仕事してたある日に、A さんと同じ高校で,で、高校卒業してすぐ埼玉の方に就職したっていう友達がいたらしいんですけど、その友達が、久々に北海道帰ってくるから、まあ、そのタイミングで飲もうよっていう誘いの連絡があったんですって。A さん、あ、いいね、いいねって、これに2つ返事で。 で待ち合わせして、まあ、夜居酒屋で2人で飲んでたんですってまあただ高校の時の同級生なんでやっぱり懐かしい話で盛り上がるんですよいやーお前あの時バカやってたよなーとかでその延長で A さん久しぶりにその B 君の話思い出したんですってでお酒の勢いもあってか、まあ、その場でちょっと言ったそうなんですねいやー あのさ、ほら、まあ、高校の時にさ、うん、B 死んだじゃん。で、あの後すぐぐらいかな。なんかさ、学校の中でさ、みんな B の話はしないようにしようとしてた空気あったのお、お前覚えてるいや、なんかさ、まあ、俺からしたらよ、みんながこう、B のこと忘れよう忘れようとしてるような気がして、なんかこう、当時納得いかなかったんだよねー。 っていうような話をしたら、向かいの席に座って、それ聞いてるその友達、驚いた顔してるんですって。で、え、お前、もしかして、あの話知らないのって、そう言ってその友達、持ってたグラステーブルに置いて、で、周り少し気にしながら、前のめりになって、まあ、喋り始めたそうなんですけど、 いや、B が死んでさ、もうほんとすぐ後ぐらいだよ。B のお父さん、捕まったんだよ。殺人未遂で。いや、もちろんその、俺もお父さんが誰を殺そうとしたとか、そこまで詳しい話はわかんないよ。わかんないけどさ。あ、でも、え、お前、昔 B と一緒に100万の家行ったって言ってたじゃん。 いや、あの家さ、まあ俺らの中で一家心中あったってすごい有名な心霊スポットだけどさ、あの家、本当にただの一家心中だったのかなお父さんが家族全員殺したんじゃないのかなでその友人のその言葉を聞いてから、まあ A さんずっとこうしこりのように残ってたそうなんですよ。というのも、 まあこの話の最後に A さんが、いや、実は、あの時、一緒に100万の家に行こうって B 誘ったの、俺なんですよ。でそう言って、まあ、この話を締めくくってました。これが僕がお客様から聞いたお話でございます。以上でございます。ありがとうございました。吹田大六冠でした。 スリラーナイト歌舞伎町店所属の牛崎千花と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、こういう職業やってると、いろんな方からいろんなお話を伺う機会があって、歌舞伎町店がまだ六本木の方にあった頃、たった一度だけご来店されたことのある田村さんという40代の男性から聞いたお話を今日は皆様に聞いていただこうかと思います。この田村さんという方、 現在は東京都内で営業の仕事されてるっておっしゃってたんですけどもともと京都出身の方で,で非常にイケメンさんで人当たりも良くってあ素敵な方だなって思ったんですけどお話を伺ってみると若い頃って結構やんちゃしてたそうでわ、まあ、かりやすく言うとヤンキーってやつだったそうなんですねパッ、まあ、と見そんな風に見えなかったからびっくりしちゃったんですけど田村さんが 中学3年生。今から25年前のお話に遡りますが、まあ、この頃の田村さん、先輩たちとしょっちゅうつるんでは、お酒飲んだり、タバコ吸ったり、バイク乗り回したりして遊んでいたそうなんです。でちょうどこの頃、カナエさんと女性とお付き合いを始めたんだそうで、まあ、この方のことはすごく好きだったそうなんですけど、である時、京都から滋賀県の方まで、 彼女と一緒に琵琶湖を見に行こうっていうことになって、で、先輩からバイクを借りて、まあこれ本当はダメなんですけど、無免許で彼女の子と後部座席に乗せて出発した。で、京都を出たのが昼過ぎで、琵琶湖が見えてくる頃になると、ちょうど水平線に茜ネ日がわーっと沈んでいくところで、で、水面には優雅に水類たちが浮かんでいる。 さすが日本の夕日百選に選ばれるだけあって絶景だったうわ来てよかった連れてきてよかったなって思ったでこれから2人で琵琶湖のほとりを手をつないで歩いてで持ってきたサンドイッチを食べてバイクにまたがってまたドライブを続けていく田村さんこの日はもう京都に帰るつもりなかったんですってどこか2人っきりになれるところないかなって 休めるところないかないや止まれるところないかなそんなこと考えながらぶーンと走っていくところが止まれるところどころか休めるところも全くないどん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 山深くなってってうわどうしようどうっかないかなどっかないかな必死で走っていくさらに走っていくとようやく一軒の古い建物らしきものが見えてきたんで 速度を緩めて近づいていくと、それどうやら古いモーテルのようだった。まあ今、モーテルなんて言い方しないでしょうけど、簡易的な宿泊施設。まあもっとわかりやすく言うと、ラブホテルみたいなもんですかね。 で駐車場にバイクを止めて管理人室に行くと中から中年の管理のおじさんが出てきてですぐに部屋に案内してくれるっていうんでついていくとこのモーテル外階段がついていてここ上がってった一番奥の突き当たりの部屋に案内されたもし何かありましたら内線いただけましたら駆けつけますんでお帰りの際には鍵管理人室に返してってくださいどうぞごゆっくりそう言って外階段降りて帰っていった。 扉を開けると左側に浴室があってさらに奥に進んでいくとダブルベッドがあるで右奥にクローゼットとテレビがあってその手前に小さなテーブルがあったんでここにヘルメットとんトと置いてベッドに腰を下ろしたまあこの途端、田村さんなんだか妙にエッチな気分になってしまったんだそうでただこのことをかなえさんに悟られたくなかったからちょっと格好つけて俺 ちょっと疲れたからシャワー浴びてくるわ。そう言って浴室に向かう。まあ、ただ、まだ中学3年生です。内心ドキ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 しながら体丁寧に洗って。で、この時初めて着るバスローブを羽織って浴室を出る。で、また格好つけて、お前もシャワー浴びてこうよ。そう言ってベッドにドサッと横になった。で、すぐに浴室の方からシャーッシャワー,ャーの音聞こえてきて。 この時って田村さん、猛烈な優越感に浸ったっていう。俺は自分の力でバイクを運転してきて、女とこのモーテルに泊まるんだ。俺やったぞ、まあ、そう思ったら、急激な眠気に襲われてしまって、やべ、寝くなっちゃった。どうしよう。かなえちゃん出てくるまで、ちょっとだけ寝よっかな。 そう思って枕元電気パチッと消して目閉じた、まあ、これほんの仮眠のつもりだったんですけどこの一瞬でドーンと深い眠りに落ちてしまったどれくらい眠ったのかふっと目を覚ますともうシャワーの止まってシーンと静まり返ってる慌てて飛び起きてパチッと電気つけて隣見ると「 彼女いない。あれもしかして床で寝てんのかなそう思ってひゅイっと見ると彼女いない。どん、降りてトイレの方に向かうと少し扉が開いていて中見ると彼女いない。浴室明かり消えて真っ暗になってる。あれあ、開けるよ。こっちゃキー。 シャワーヘッドから雫が滴り落ちてるだけでカナエさんいないあれえどこ行ったんだもしかして俺が寝ちゃったから怒って帰っちゃったとかいやそんなわけないこんな山道一人で壊れるわけないしバイクだって運転できないしえー、どこ行っちゃったのかなその時ガタッ背後で物音聞こえてふっと振り返るとどうやらこの対角線上 クローゼットの中かからら音が聞こえてきたから <laughs> なんだ、あの中に隠れて俺のことを驚かそうとしてんのか、<laughs> かわいいな。<laughs> そう思ってスタ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 歩いていって、クローゼットを前に立って、ごめん、寝ちゃった。起きたから出てきてよ。返事がない。ごめんって、うん、出てきてってば、 え、もしかして怒ってるごめんごめんごめん。謝るから。ね。早く出てきて。おい。そのうち中からガタガタガタ音立て始めたから。いやいやいや。もう中にいるのわかってるから。ガタ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 。はいはいはい。怖いです。怖いです。ガタガタガタタガタガタッ。もういいから早く出てこいって。 そう言って、両手扉ガチャンって開けると、クローゼットの中、かなえさんいないんですよ。あれその時、うっ。背後で気配感じて、ゆっくり振り返ると、浴室の真あたり何かはすっ横切った気がして、かなえかなえ。いるんだよな。おい、ふざけんなって。 鼻ナその時ふっと脳裏に前に見た外国のホラー映画のワンシーンが浮いてもしかしてどっかにヤバいやつとか潜んでて連れ去られちゃったとかいやいやそんなこと現実に起こるわけないでも状況も状況だしもしかしてもう殺されちゃったとかいやいやなん何考えてんだ俺どうしようどうしようどうしたらいいんだその時 ベッド脇にある電話画面に止まった。そうだ。管理のさん何かあったら電話かけてこいって言ってた。慌てて受話器を取って内線ボタンを押す。あれあれところがどうやら電話壊れてるみたいで繋がらない。どうしよう。あれもしかして管理のさんも殺されちゃったとか いや、そんなわけない、そんなわけない。何考えてんだ落ち着け、落ち着け。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしたらいいんだあ、あ、そっか、そっか。そうだ、そうだ。管理人つに直接行こう。田村さん、バスローブ一枚羽織ったまま外に出ると、裸足のまま外階段ペタ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 、降りてって、さっきバイクを止めた駐車場まで通過していく。で、管理人室行くと、明かり消えて真っ暗になってる。時刻は 深夜2時もってた。さすがにもう寝てるよな。でもしょうがないよな。だ <laughs> んだんなあの、すいません。すいません。だんだんだん。あの、今日ここ泊まってるものなんですけど。 起きろよ、おっさん。何やってんだよ。こっちは急いでんだよ。あの、すいません。ちょっと起きてもらえないですかねその時、ギャーッモーテルの方から女性の悲鳴が聞こえて、あ、そうだ。あれ、部屋戻んなきゃ。妙に冷静になって、くるっと振り返ると、元来た道スタ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 、歩いていって、外階段ペタッ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 ペタ,ッペタ,ッペタッ、上がっていって、 真ん中あたりまで来た時ふっと見上げると階段の上裸足の足が見えてふっと見上げるとそこに全身ずぶ濡れなった女の人が立ってて田村さんとバチッと目がうなり「ねえ私の顔どうなってる?え」え返す言葉を失ってるとこの女の顔がだん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 赤紫色に変色していく。でこれが見る間にプーっと風船みたいに膨らんでって人かかいくらいの大きさになったと思ったらまた。 ねえ私の顔どうなってるそう言ったかと思うと両手広げて地面タンと蹴って上からドサッと落っこちてきた田村さんそのまま意識失って気が付いたのそれから3日経ってからで病院のベッドの上にいたんだそうです 見ると医者とか看護師のほかに刑事が何人かいていろんなこと根掘り葉掘り聞いてきたどうしてあのバイクであそこまで行ったのかどうしてあのモーテルに泊まったのかいろんなこと聞かれるんですけど田村さんそんなことどうでもよかったあのかなえどうなりましたかなえ見つかりましたあのすいませんかなえのことなんですけどかなえ俺の彼女です あそこに一緒に泊まろうと思って、ちょっと目離した隙にいなくなっちゃって、あの、お願いします。カナえのこと、何とかしてください。俺のことはどうでもいいんで、お願いします。刑事さん、カナエのこと、何とかしてやってください。田村君、一旦ちょっと落ち着こうか。君ずっと一人でいたじゃないか。え違います。俺、俺。<laughs> まあ、具合が良くなったら一度署まで来てください。 そう言って刑事さんたち帰ってった後日管理人の証言と記録されていたカメラのデータによるとかなえさんという女性の姿は初めから最後までどこにもなくて田村さんたった一人が行動をとっていたっていうことが分かったあのそのかなえさんとはどこで出会ったんですか私田村さんに聞いてみたんです。 実は京都の三えっていうところでナンパしたんですえ、ナンパですかもしかして幽霊って気づかないでバイクのしてそのモーテルまで行っちゃったんじゃないですかそう言うと田村さんすっと顔色変えて違います金井は幽霊なんかじゃないです俺の大事な彼女なんですえでもあの階段の上にいた女性って金井さんなんですよねいいえ全く知らない女でした自分が存在していると思っていた人物が。 実際には存在していなかったっていうパターンって階段話の中ではよくある話なんです。まあおそらく田村さんの言うかなえさんと女性もこの世には存在しない方だと思うんです。でもだとするとあの階段の上にいた顔の膨れた女ってあれ一体誰だったんですかねそう考えてみるとこの話を聞かせてくれた田村さん といいう男性も実際に存在していたんでしてたでょうかえこれはですね、以前、私が勤めておりました、札幌市内にある会社にいた、仮に A さんという女性の方の身に起きた話なんですけれども、A さんは高校を卒業してから、田舎の実家を離れず、アルバイトしながら生活しておりました。 ですが、友人の多くが札幌に進学してしまい、なんだか自分だけ取り残されてしまったような、そんな少し寂しいような気持ちがありました。それとは別に、都会での生活ですとか、一人暮らしへの憧れもあったため、そんな気持ちが次第に大きく膨らんでいきまして、ある時ついに札幌への引っ越しを決意します。幸いご両親も快諾してくれまして、 話はとんとん拍子に進みました入居日も決まりついに念願の引っ越しの時です生まれて初めての一人暮らしわからないことも多くかなり四苦八苦しておりましたが戸惑いながらも高校時代の友人と遊んだりなんかもしてそれなりに新生活を満喫しておりました ですが、生活に必要なものを買い揃えたり、移動するのにも地下鉄を使ったりしますから、思いのほか凄まじい勢いで貯金がなくなっていきます。となれば当然仕事を始めなくてはなりません。A さんは手っ取り早く勤務開始できる、派遣の事務仕事を始めることにしました。いざ仕事が始まりますと、 覚えることも多く、なかなかに大変でした。ですが、それなりに時給も高く、頑張れば直行用にしてあげるし、昇給もあるよ、なんて言われたものですから、それがモチベーションとなりまして、忙しいながらも充実した日々を送っておりました。だんだんと仕事にも慣れてきて、少しばかりの自信もついてきた頃、 A さんはある日、何気なく、ツイッターに自撮り写真をアップロードしました。A さんのツイッターのアカウントはと言いますと、友人と数人フォローし合ってる程度の小規模なものだったんですけれども、日々のツイートは A さんのささやかな楽しみでした。その後も相変わらず、毎日は何気ない出来事ですとか、思いなんかを取り留めもなくツイートしておりました。 そんなある日のことです。仕事終わりに、ロッカーで帰り自宅を済ませ、何気なくスマートフォンの画面をつけてみますと、新着メッセージがありますと通知が来ておりました。見てみますと、高校時代の友人、B さんからの LINE の通知でした。B さんはと言いますと、 それほど特別仲が良かった友達というわけではなかったので、珍しいな、急にどうしたんだろうと思って、よくよく内容の方を確認してみますと、パッと見た時に、なんだか文面から不穏さのようなものを感じました。久しぶり、あのさ、ちょっと変なこと言うようなんだけど、ええさ、この前ツイッターに自撮り上げてたじゃん。 なんかあの写真最初に見た時と違うっていうかなんか変な感じになってるっていうか気のせいとかじゃないと思うんだけどなんかいたずらとかじゃないよねいたずらじゃないよねってどういうことだろう A さんはとりあえず自分のツイッターの投稿を遡ってみることにしました 自分の記憶するところでは、スマートフォンを持って自撮りをしている方の手がありまして、それとは反対の方の手でピースをしている。そして表情は少し微笑んでいる。そんな写真のはずなんですけれども、自分が記憶しているよりも、口角が歪んだ感じで引きつり、目尻も少し釣り上がっていて、 なんだか肌全体が若干薄紫がかったような色味になっていました。A さんはなんだか気味が悪くなりました。パッと見はわずかな違和感程度でしかないんですけれども、なんせ自分の顔はよく知ってますから。思わず画像フォルダにある元の写真を確認しました。すると、 撮影した時と何ら変わらない記憶通りの写真がそこにはありました。家に帰ってからも A さんは複雑な心境でした。どうするべきか、何か対処すべきなのか、とても悩みました。あまり考えたくはないですが、ひょっとすると、これは心霊写真というやつなんじゃないか。 という疑念が脳裏をよぎります。ですが A さん。いわゆる霊感のある知り合いなんていません。お寺や神社に行って相談するべきか。でもこういうのって、いきなり行ってもいいものなのかな事前に予約とか必要なのかなお金はかかるのかなだとしたら。 どのぐらいの料金になるのかなそんなことを考えているうちに、A さんなんだかめんどくさくなってしまいまして、疲れも溜まっていたため、そのまま寝てしまいました。その後も、君は悪いですが、写真がおかしくなったという事実以外に、特に何かあるわけでもないし、そう自分に聞かせ、 A さんは写真のことを放置していました。相変わらず慌ただしい日々を送っていましたから、数日も経つと全然気にならなくなっていましたし、数週間も経つ頃には写真のことなんてすっかり忘れ去っていました。そんなある日のことです。仕事終わりにスマートフォンを確認してみますと、 高校時代の友人のグループラインの通知が入っていました。見てみますと、高校時代の友人 C さんが亡くなったという内容でした。C さんはと言いますと、高校時代からとても仲が良く、高校時代はもちろんのこと、札幌に来てからも頻繁に遊んだり、 連絡を取り合ったりしていましたからそのことを知った A さんはとても悲しくなり思わずその場で泣き崩れてしまいました C さんの葬儀への参加を終え悲しい気持ちも言えないまままたいつもの慌ただしい日常へ戻されます月並みかもしれないけど 私がいつまでもくよくよしていることを天国のシが知ったら悲しむだろうし、そんなことシだって望んでないはず。そう自分に言い聞かせ、A さんは自分を鼓舞していました。から元気というやつだったのかもしれません。そんな矢先、A さんのおじい様が倒れ、病院に運ばれました。 体調はみるみる悪化していき、ついには亡くなってしまいました。ものの5日程度の出来事でした。A さんにとって言葉にならない思いでした。C さんとおじい様が亡くなった心の傷も癒えないまま、ほどなくして、今度はご両親が車で ガードレールに突っ込むという事故が起きたんです。二人とも即死だったそうです。あまりに立て続けに起きる不幸に、A さんの精神はもう壊れる寸前でした。仕事も無断欠勤のままいかなくなり、ついには A さん自身の体調までも崩してしまいました。 風邪でもひいたんだろうと思ったんですが、A さんの精神状態ではもはやそんなことはどうでもよく、ただただ無気力で部屋の中でうずくまっておりました。真面目だった A さんが突然会社に来なくなったものですから、さすがに心配した同僚たちは、A さんの自宅を訪問してみることにしました。 チャイムを何度も鳴らしてみます。ピンポーン。ピンポーン。ですが、全く反応がありません。どん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 。A さん、大丈夫ですか ?A さん。 と叫びますしばらく続けましたがやはりそれでも反応はありませんでした事態を重く見た同僚たちは物件の管理会社に連絡しまして事情を説明し鍵を開けてもらえることになりました玄関のドアを開けますとそこにはベッドに横たわる A さんの姿がありましたあまりに変わり果てた A さんの姿を見て同僚たちは驚きました頬はげっそりとこけまるで一気に10歳も年を取ってしまったかのようなそんな悲惨な状態でした同僚たちはどうにか A さんから全ての話を聞き出しまして おじい様が亡くなったというところまでは知っていましたが、甘津さえご両親までもが亡くなったということを知り、さらに驚いたと同時に、真面目だった A さんが突然会社に来なくなったことや、その悲惨な姿に妙に納得がいきました。そして、体調のこともどうにか聞き出しまして、A さんは半は強引な形で、ついに病院に連れて行かれました。 一通り検査を受けまして、診断結果と申しますと、平たく言うと原因不明というものでした。あまりに度重なる不幸に、一向によくならない体調。A さんは、もはや、何かのたたりなんじゃないか。そんなことを考えたときに、 ふと思い出したんです。あの自撮り写真。A さんは恐る恐る自分のツイッターの投稿を遡りました。そして A さんは絶句しました。目はカッと見開かれ血走しっており、不気味に満面の笑みを浮かべ、 肌はどす黒い紫色に変色している。ですがこのことは意外にも、あれだけ無気力な状態だった A さんを復活させるきっかけとなりました。というのも、もし仮に一連の出来事の原因が、霊的な何かだとするなら、大事な友人や家族を殺した、 仇なわけですからその怒り恨み憎しみのエネルギーは今までの無気力状態を巻き返すかのようにふつふつと湧いてきましたですが相手が相手です何をどうしたらいいのかわかりませんしばらく考え抜いた末 お寺に相談に行くことにしました。ですがその日はもう時間も遅かったため、明日の朝市に行くことにしました。そしてその日はもう寝ることにしたんです。眠りについた A さんは夢を見ました。夢の中で自分の部屋で寝ていました。 すると突然、金縛りに遭い、かすかに女のすすり泣く声が聞こえてきます。明らかに室内から聞こえている声でした。ですが A さん、ついに現れてくれたなと思いました。恐怖よりも怒りの感情が圧倒的に強かったんです。まず、 ぶん殴ってやろうと思い、金縛りの腕を全力で動かそうとしました。ですが、ダメでした。ピクリとも動かせません。次第にすり泣く声がだんだんと大きくなってきました。正確には、音の発生源がだんだんとこちらに近づいてきているんです。 金縛りで首が動かせませんが、不思議なことに目だけは動かせたので、精一杯そちらの方を見ようとしました。すると、視界の端の方から、徐々に徐々に黒いものが見えてきました。すすり泣く声とともに、だんだんとその距離を縮めてくる。 次第にそれが何なのか認識できるようになってきましたその黒い物体は髪の毛でしたそうこうしているうちにだんだんとその全貌が把握できるようになってきました長い黒髪で顔は見えませんがそれは女の姿でした そしてついには、2メートルほどまでにその距離を縮められていました。さすがに A さんは焦り、死に物狂いで身動きを取ろうとしましたが、やはりダメでした。全く動けません。その時です。ああ<ー>を発し、女が駆け寄ってきたんです。その瞬間、A さんは目を覚め飛び起きました。 なんだ夢か <laughs>。と、安堵する間もなく、目の前には、女の顔がありました。寝る前に見た、自撮り写真の、満面の笑みを浮かべたあの顔でした。翌日、同僚が様子を見に、A さんの家を訪ねてみますと、A さんは少し精神がおかしくなってしまっていたようで、 声をかけても全く反応がなくブツブツと上言のように何かつぶやき続けていたそうです身寄りもなくなってしまい本人がそんな状態ですから A さんは入院を余儀なくされましたですが数日後には病室から突然と姿を消してしまい近くの歩道橋から飛び降りてしまっていたそうです はじめに以前私が勤めていた会社にいたと言いましたがもちろん A さんご本人から聞いた話というわけではないんですなんせ私が入社したときにはすでに会社にいなかったそれどころかもうこの世にいなかったんですから献身的に A さんに付き添っていた同僚の方が A さんの上ごとの内容をどうにかまとめて分かったことだそうです。その同僚の方、当時の私の仕事の先輩にあたる方でして、そのご本人から聞いた話でした。芦屋宗次郎でございました。 スリアーナイトとすの店の語り手小林レキと申します。えー、この話ですね、あの、僕のとても仲良い,い友達の実体験なんですけども、その彼、今仮に優くんとしますが、その優くん、本当仲良くて、それこそすすのあたりでちょこちょこ二人で飲みに歩いたりするんです。で、そんな彼から、もう七八年ぐらい前ですね、夏暑い日の夕方に電話かかってきたんです。 暑い日の夕暮れ時、僕ちょうどうちで携帯いじってたら着信あって、あ、ゆうくんと。まあまあ、久々だから、飲みのお誘いかなと思って電話出てみたんですね。もしもしって電話あったら、あ、もしもし小林さんもさ、今晩一緒に飲まないあ、やっぱり飲みのお誘いか。ごめん、俺ね、これから23時まで仕事入っちゃってて、まあそっから先だったら大丈夫なんだけど、そうなっちゃうとまあ、終電もなくなっちゃうし、朝までコースになるけど大丈夫って聞いてみたんです。そしたら、大丈夫大丈夫、俺も次の日休みだから。 <laughs> じゃあ分かったお前適当なとこで飲んでたよってあの23時30分にすすきの駅の改札出たところ、まあ、通称ラフィラ地下っていうんですけどラフィラ地下で待ち合わせしようかって分かったじゃあねプチって電話切れてでその日、えー、僕23時ちょっと過ぎぐらいまで仕事をしちゃったんですよ忙しくてで急いで地下鉄乗ってすすきの駅に向かったんですけど着いたのが23時35分まあ 5分遅刻しちゃったんです。で、優くんがまた昔からすごい時間に正確なやつで、もう多分待ってて、遅いよって、小言の一つ,一つでも言われるだろうなと思いながら、まあ普通に地下鉄降りて、改札通り抜けて、ラフィラしかパーッと見渡してみたんです。すると向こう側、壁に寄りかかって、じーっとうつむいてる優くん見つけて、ああ、やっぱ待たしちゃったなと思って、遠くの方から、おいって声かけたんです。そしたら優くん、パッと。 と顔を上げて今度、そのままの体勢で固まってるんですよ <laughs>。何ふざけてんだと思って、スーっと近寄ってって、あれゆうくん、もともと色白なやつなんですけど、顔色真っ白で、よく見るとブル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 って小刻みに震えてる。こいつ大丈夫かな近寄ってっても僕に気づかないんですよ。それで、肩叩いたんです。おいって ポンって叩いたらパッて僕の方を見て、あ小林か、地上上がろうって、ばあって、あの、エスカレーターが行きだけついてるんですけど、そこにばあって走っていっちゃって。で、僕もなんだかよくわかんないまま後ついてって、二人で地上上がって、朝までやってる、まあ居酒屋さん入ったんです。そしたらそこでも優くん、何にも言わずに乾杯のビール、ぐーっと一気飲みせる。実はさっきさ、 と言って話し始めたんです、えー、ゆうくん僕との待ち合わせ23時30分ラフィラ地下やっぱりちょっと早く着いてたんですってもう20分過ぎには到着していて特にやることもないから壁に寄りかかってボケーっと周り見渡してたまあまあ,あのラフィラ地下って結構皆さん待ち合わせとかでよく使うところなんですよねでいっつも一通り絶えないところなんですけどその日 平日の夜だったし、で、終電もまだちょっと、まだ間があったしで、そんなに人いなかったんですって。それで他のちらほらいる待ち合わせしてる風の人とか、まあ、普通に切符買って改札通って降りていく人とか、ゆうくんボケーっと、人間観察してたんですって。するとその中に一人、妙に気になる人見つけて、 緑色のワンピースを着た女性がぼーっと突っ立ってるこっちに背中向けてるから顔は見えないんだけど髪の毛真っ黒いストレートワンピースから出た両手両足ガリガリで真っ白ユウくんその人の何が気になったのか何にもしてないんですって え、普通、人間って何にもしてない時でも、まあまあ、何かしらはしてるんだそうですよ。携帯いじってたり、時計見てたり、ビンボイス類してたり、よー見たり周りキョロ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 見渡してたり。でも、その緑色のワンピースの女性、何にもしないで、ただただぼーっとその場に釣ったっていうように見えるんですって。ああ、なんかちょっと変わった感じの人だなそう思いながら、不思議と視線外せないでいて。 するとしばらくしてその緑色のワンピースの女性の向こう側からサラリーマン風の男性がうつむいてパーッとこっちに生やしてかけてきたんですってでああ危ないなあの男の人前見てないからあのままだとあああの女の人とぶつかっちゃうなーなんて思いながらなおもうボケーっと見続けてるとやっぱりそのサラリーマン風の男性が緑色のワンピースの女性にスーッと近寄ってってそのまますーって。 女の体通り抜けちゃったその男性ユウくんの前を通り過ぎてユウくんのすぐ近く同じように壁に寄りかかって小さい声で寒い真夏なのにユウくんあまた見ちゃったって思ったそうですえー、というのもユウくん 昔からものすごい霊感の強いやつで、生きてる人間と幽霊、区別できないぐらいはっきり見えるんですって。で、普通幽霊ってこうよく言われるのが、後ろ側が透けて見えるとか、足がないとかってよく言いますけど、よくの場合、普通に昼夜、昼夜問わず、その辺の道を幽霊がてこてこてこって歩いてるの見えるんですって。だから、あんまり人混み自体得意じゃないんだけど、ああ、やっぱりまた見ちゃったか。そう思いながら、 まだ視線外せなかったするとその緑色のワンピースの女がゆっくりクッこっち振り返ったんですってやばいっとっさにうつむいてポケットから携帯取り出してイヤホン耳に突っ込んでゆうくん大音量で音楽聴き始めたんですって、えー、というのもゆうくんが言うには霊と目が合うとついてくるんだそうですよ助けてくれると思って。 だからやばい、気付かれたって時の対処方法を一つしか知らないそうです。知らんぷりするんですって。それでじーっとうつむいてガン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 音楽かけながら、ああ、ただ音楽聴きながら待ち合わせしてるだけですよって風を装ってる。でも心の中でずっとこっち来るなよ、こっち来るなよって念じ続けながら。でも、うつむいた視界の上の辺りからガリガリの真っ白い足が。 こっちに近づいてくるのつ見つる表面上は「ははは音楽聴いてるふりしながら「どっか行けどっか行け」強く念じたその時その真っ白い足が駅の改札の方に向かって歩いていく 怖くて顔を上げられない。でもようやく意を消してチラッと行った方を伺うと、ちょうど地下鉄が到着したみたいで、地下鉄から降りた人が改札通ってわーっと流れ出てくるのが見える。その改札通って出てきた一人の男性に緑色のワンピースの女がスーッと近寄ってって、一言二言何か楽しそうに言葉を交わして、手をつないで、 二人でどっか行っちゃった。あれ幽霊じゃなかった。って思ってる時、大音量でかけてる音楽の一曲目終わったんですって。一曲目と二曲目の間の無音の時間、イヤホン突っ込んでる左耳から、へえ。 ですよね、へえ寒いですよねこっちだったって思ったそうです優くんまたすぐに知らんぷり再開ずーっとつむいて自分のつま先を凝視しながら大容量で始まる音楽の2曲目に神経集中しようとして そのうちぐーっとものすごい勢いで音楽なり始めてるのに、左耳からだけずーっと声聞こえるんですって。ね、寒いですよね。うわーと思ってると、うつむいた視界の今度は、左側から、何かゆっくり揺れるものが目に入ってきて、そのゆらゆら揺れるものが何か分かったとき、あ、俺バカだって思ったそうです。なんであんと気づかなかったんだろうって さっき緑色のワンピースの女をスーって通り抜けたとき妙な違和感あった。そのサラリーマン風の男、真夏なのにロングコート着てた。なんでさっき気づかないんだと思いながら、ふわふわ揺れるロングコートの裾を見つめてると、ゆっくり揺れながらこっちに近づいてくる。それに伴って左耳からの声がどんどん大きくなる。ねえ、寒いですよね。 え、寒いですよね。ゆうくん、あまりの恐怖にぎゅーっと固く目をつぶって、口の中で念仏となり始めて、声がどん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 耳に近づいてくる。そのうち、左の頬に何か濡れた冷たいものが、 震えるのを感じたとき、全身がブワーッと震え出す。ものすごい寒いんですって。それでギューッと固く目をつぶってガタ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 震えながら、たまいダブス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 。の響を続けてた。すると、ガン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 鳴ってる音楽がスーッと少し静かになってきて、音の向こう側からかすかに、おい僕の声聞こえて、小林来たと思ってると、左側の気配がスーッ。 溶けるように消えて。よかった。どっか行った。と思って、顔をパッって上げたとき、すぐ目の前に立ってたそうです。顔面ぐちゃぐちゃの男が。その男は顔中ぐちゃぐちゃに潰れていて、顎のあたりから剥がれた皮膚がブルブル,ルぶら下がっているのが見える。でよーく見ると、顔ので 立ってる部分鼻とか頬骨が特にぐちゃぐちゃになってて横から見ると真っ平らなんですってうくん言ってましたあれ多分高いところから飛び降りて顔面から着地したらあんな顔になるわ <laughs> そんな顔面ぐちゃぐちゃな男がうくんに顔をくーと近づけてお前聞こえてるな おいポンって肩を叩かれてパッって振り返ったら僕がいたええー、ゆうくん乾杯のビールの後ブワーとまくしたてるように居酒屋さんで話してくれて僕も聞いててぞっとしましたえさっきあそこいたんだって <laughs> ええー、それからゆうくん居酒屋さんでガタ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 震えながらずっと熱燗飲んでました寒い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  えー、そんなゆうくんと先日また飲みに行ったんですけども、その時ゆうくんこんなこと言ってました。そのサラリーマン風の男、今でもススキの駅のあたりうろついてるよって。えー、ですので、ススキの駅いらっしゃる際はお気をつけください。ススキの駅付近でロングコート着たうつむき加減のサラリーマン風の男性、もし見かけても決してじーっと 見つめないでください。以上でございます。小林英樹でございました。